江戸時代末期に田中久志絵によって制作された万年寺、名称プラハの彫像付きの天文時計現在は、ミラノのレオナルド・ダ・ヴィンチ科学技術博物館で展示される、ジョバンニでドンディによって制作されたアストラリウムの復元品天文時計とは、天文学的な情報、例えば太陽、月、十二宮の星座、時には主要な惑星の相対的な位置などを示すための特殊な装置と、 文字盤を備えた時計である。天文時計の子によって示されるものに厳密な決まりはなく、時刻の他に何らかの天文学的情報が表されているもの全般が含まれる。それらの情報には、天球上の太陽と月の位置、月齢、王道上の太陽の場所に対応する星座、構成時、さらには、直を示す月の王道との交点や回転する、星図など、様々なものがある。 天文時計には普通、天動説に基づいた太陽系があしらわれている。文字盤の中央には地球を表す円盤や玉が置かれていることが多く、これが同時に太陽系の中心を示している。太陽はしばしば金色の玉で表され、24時間で地球の周りを一周する。このように表現することで日常的な体験、あるいはコペルニクス以前のヨーロッパにおける、 哲学的世界観と一致させている。コンパスを使うウォリン・フォードのリチャードが描かれた14世紀の細密画11世紀に総長の技術者イケルショーは水流と脱震機を動力とする天文時計を作った。ヨーロッパで初期の時計がどのように開発されていったのかはよくわかっていないものの一般には1300年から1330年。 ゴルにはすでに機械仕掛けの時計が存在したとされている。これには、交通機関などの運行や公的な行事が行われる、時刻を知らせることと、太陽系の動きを模することとの二つの機能が与えられていた。この頃天文学者や先生術師は、アストロラーベを使っており、彼らはこれを機械化して、自動的に動作する太陽系の模型を作ろうと考えたことから、 必然的に後者の機能が発達することになった。セントオールバンスのウォリンォードのリチャードによって1330年代に、そしてパドバのジャコポでデ・ドンディ、ジョバンニでドンディフ氏によって1350年代に発明された天文時計は現存していないものの製法や設計に関する詳細な記録が残されており、それらに基づいて再現されている。ウォリンードの時計には太陽、 月、恒星、惑星に加えて、幸運の車輪とロンドン橋での調石が配されていた。デドンギの時計には7つの面があり、それぞれにその頃知られていた惑星が割り当てられていた。これら2つの時計は、他のもの同様、設計者が意図したほど正確ではなかった。ギア比は正確に計算されていたが、実際には摩擦の影響があり、また、製造技術も未熟であったことから、 理想的には動作しなかった。18世紀になり、天文学への興味が高まると、再び天文時計が関心を集めた。哲学的な意味よりも振り子で制御された時計を用いる、ことによって得られる、正確な天文学的情報が求められるようになった。以下に、有名なものの例を挙げる。ストラスブール大聖堂の、天文時計ストラスブール大聖堂には14世紀から、 残る三つの天文時計が収められている。一つは1352年から1354年の間に作られたもので、16世紀初頭に止まっている。二つ目は、その後1547年から1574年にかけて、ハーリン、コンラッド・ダ・シッポ・ディウス、ハプレヒト兄弟らによって作られた。これは1788年あるいは1789年に、 動かなくなった。50年後、新しい時計が、ジャン・イコール・バプティスト・シュイルジュと30人の職交によって作成された。これは2つ目の時計が入れられていた容器に収められている。多くの天文学的、歴法的情報が表現されており、人形も取り付けられている。また復活祭の火を算出するために必要なコンプトゥスの機能を持つ。 最初の完璧な機械であると考えられている。詳細は、ストラスブール大聖堂天文時計を参照のこと。最も有名な天文時計の一つは、チェコ共和国の首都プラハにある、オールドタウン、ホールの時計であり、プラハのオルロイの名でも知られる。中核となる部分は1410年に完成した。時を打つ骸骨の姿をした死神など毎時に、動作する4つの彫像が置かれている。 さらに1時間ごとに時計上部の窓から使徒が姿を現し、正午には12体すべての像が揃って登場する。1870年には暦を表す図板が時計のもとに加えられた。第二次世界大戦の間、ナチスによる侵攻の際に大部分が破壊された。部品のほとんどを守るため努力した市民たちは英雄として称賛されている。 その後1948年までかけて徐々に復旧されていった。1979年、再度の清掃と修復が行われた。伝説によれば、もしこの時計を粗末に扱い、まさしく作動させることを怠れば、都市に苦しみがもたらされるとされている。オロモーツのオルロイチェコ共和国の東部に位置し、かつてモラビアの首都であったオロモーツの町の中心にも、 特徴的な外観を備える天文時計がある。ロンドンのサイエンスミュージアムには北総のイケル賞が1992年に作った宇宙機関の縮小模型が所蔵されている。宇宙機関は高さおよそ10メートルの巨大な天文時計で水流と水銀によって間接的な動力を得ていた。ルンド大聖堂の天文時計スウェーデンの ルンド大聖堂にある放浪義務ミロブルランデンスは14世紀の終わりに制作された。1837年に倉庫にしまわれたものの、1923年に元に戻された。教会の中の小さなオルガンから賛美歌102番、諸人聖夜毛が流れる間、東方の三博士とその召使いをかたどった六体の木像がマリアとイエスのそばを通り過ぎる仕掛けが施されている。 コッペンハーゲンの視聴者には完全な形の天文時計があり、ガラス製の展示ケースに入れられている。天文学愛好家でもある時計職人のイエンスオルセンによって50年以上かけて設計されたものである。コンプトゥスなどいくつかの部分は彼が研究していたストラスブールの天文時計から着想を得ている。1948年から1955年に かけて組み立てられた。1995年から1997年の間に補修作業が行われた。ラスマス・ソーネスの時計のルウェイ人ラスマス・ソーネスによって、設計、製作された4つの天文時計のうち最後の1つは、これまで知られている、この種の時計の中で、おそらく最も複雑なものであるとされており、精巧な機械が0.70、0.60、2.10。 メートルという差ほど大きくない容器の中に詰め込まれている。十二偶上の太陽と月の位置、ユリウス暦の暦表、グレゴリオ暦の暦表、構成時、グリニッチ標準時、夏時間とウルードし月の時計、太陽、月の周期の補正、食、日出、日没、月齢、潮汐、太陽国点の周期、さらに二百四十八年で一周し、二万五千八百年ごとに、 極色を起こす、冥王星を含むプラネタリウムが含まれている。すべての歯車は、真鍮製で、金メッキが施されている。文字盤は、銀メッキである。ソーネスはまた、必要な道具類も自作し、彼自身が行った、天体観測に基づいて、制作を行った。ソーネスの時計は一人の職人による手作りの芸術品としては、最後の天文時計であると考えられている。 その性能と正確性の素晴らしさから、ソーネスによる電気振り子の仕掛けは、機械からデジタルへの時計の変遷の象徴とされている。イリノイ州、ロックフォードのタイムミュージアムからシカゴ科学、産業博物館へと渡った後2002年に売却され、その後どこにあるのかは知られていない。ソーネスの3番目の時計、彼の道具類、特許、字画、望遠鏡などは、ノルウェー。 サルプスボルグのボーディッセル博物館で展示されている。開栄4年に、東芝の創業者である、田中久志絵によって制作された万年寺名称は、広く知られている、機械式のオケ時計である。1000点以上の部品で構成され、不定時法にも対応しており、曜日、時刻、月齢、実感12時、20世紀を表示する。イタリア、ブレシアの天文時計ヨーロッパ諸国には、 天文時計が数多く存在する。ウェルズ大聖堂、エクセター、オタリー・セントメリー、ウィンボーン、ミンスター、ハンプトンコート宮殿、シオン、ビンター・トゥール、クレモナ、スプリト、マントバ、ブレシア、シュテンダール、ロスキレ、ミュンスターなど多くの都市で天文時計を見ることができる。ルーアンの王時計はよく知られる14世紀の天文時計であり、王時計通りにある。 ベルンのジェートクロッケも有名で15世紀からスイスの首都に置かれている。リヨンにあるサンチャン大聖堂にも14世紀の天文時計が設置されている。ドイツのエシュリンゲン・アムネッカーにあるフェスト社ではハンス・ショイ・レンブラントがハルモニアムンディという名の時計を制作した。これは天文時計を技術的に洗練したものと世界時計に74ペンの音盤からなる クロッケンシュピールを組み合わせたものである。展示品として見栄えが良いことから様々な卓上天文時計が作られている。17世紀のアウクスブルクでは一人前の時計職人となるには一級品と呼べる非常に精巧な卓上天文時計を作らねばならなかった。ロンドンの大英博物館などでその例を見ることができる。パリ近郊のベルサイユ宮殿には ロココ時代の壮麗な卓上天文時計があり、これは時計職人や技術者が12年かけて制作したものである。1754年にルイ15世に献上された。近年では独立した時計職人のクリスティアン・ファンデル・クラウがアストロラーベ、おもした腕時計であるアストロラビウムやプラネタリウム2000、エクリプス2001、リアルムーンを作っている。ユリスナルダンも アストロラビウム・ガリレオ・ガリレイ、プラネタリウム・コペルニクス、テリリウム・ヨハネス・ケプラーといった天文腕時計を販売している。日本における特徴的な天文腕時計としては、シチズンが開発したムーンサイン及びコスモサインというシリーズが知られている。ムーンサインには2枚の回転板のズレによって、月齢と月の位置を示すアイデアが採用されているほか、1.7 0 以上の構成22個と天の川を表示する星座早見板等が内蔵されている。コスモサインは腕時計としては世界初の自動式精密星座早見板が採用されている。24時間式文字盤の説明図細部は個々に異なるがおよそ以下のような共通する特徴を持っている。ほとんどの天文時計は24時間式の文字盤を備えており外周に イからルブまでの番号が二組振られている。現在の時刻は先端に金色の玉か太陽の絵が付けられた地震で示される。正午は文字盤の髪型、深夜は火砲に当てられる。分針が使われることは稀である。地震は同時に太陽の方位角と高さも示す。文字盤の上は南を、二個のスは東と西に対応する。また文字盤の髪型は天頂を、 二個のシックスを結ぶ線は地平線を意味する。春分、秋分の時にはこの割り当てはほぼ正しくなる。もしトエルブが文字盤の髪型にない場合、あるいは数字がローマ数字でなくアラビア数字で振られている場合、いわゆるイタリア人が表されている可能性がある。この方式では日没を例時として夜から昼に向かって時間を数えていき、 次の日没で24時を迎える。上に画像を掲載したプラハの時計では時刻は太陽と指で示され、ほぼ正午、もしくは第17時である。12グーが文字盤上でどのように表されるかを示した図。星座記号は内側に描かれることが多い通常1年は12グーを表す記号によって表現され、24時間の文字盤の内側に 同心円として、または別の場所に小さな円として配置される。この円は、電球上の太陽の通り道である王道、あるいは惑星の軌道や地球の軌道面を映したものである。地球の地点面は、その公転面に対して傾いているため、王道面を時計の盤上に投影する際には中心をずらし、形を歪める。 立体投影図を作成するための投影点としては、北極点を用いる。これに対し、アストロラーベでは南極点がより一般的である。王像板は23時間56分で完全に地、回転するが、そのためだんだんと地震からずれていく。日は地震下太陽が王像板を横切っている点から読み取ることができる。王像板は現在の星座。 すなわち王道上の太陽の場所を示している。横切っている点は一年をかけて王道盤上をゆっくりと動いていき、太陽は星座の間を渡っていく。上のプラハの時計の画像では、太陽はちょうど上座を出てお羊座に入ったところである。ここから現在の日は3月下旬から4月初旬であるとわかる。12宮を示す番が地震の内側にあるならば、 この盤自身も、自身の動きに合わせて回転する。一年で一周する、十二空上の太陽の位置を示す、針が別に存在する場合もある。北極点からの立体投影図番号が1から29、または30まで振られている番あるいは和は、月齢を示すためのものである。新月の時を例として満ちていき、15前後で満月となり、29、または30までかけていく。 回転する玉や黒い半球、もしくは下部が隠される黒い光を描いた窓で、月賞が示されていることもある。日中と夜間が、それぞれ12時間ずつに割り当てられていることから、夏時間との差異が生じる。すなわち、ヨーロッパでは夏は、日中が長く、夜が短いため、日中の12時間は、夜の12時間よりも長い。同様に、冬は、日中が短く、夜が長い。 このような際は中央から放射状に伸びる子で補正されている。通常時間は文字盤の外側の時をそのまま読み、可時間は地震が横切っている子をたどり、そこに示されている数字を読む。先生実師たちは太陽や月、惑星が天球上にどのような配置で並んでいるかということを重視した。いずれかの惑星が三角形、六角形、四角形の 場所に来ていたり、対面や隣に位置していたりすると、対応する星の層を適用し、それが重要であるかどうかを導き出した。いくつかの天文時計には、中心となる文字盤の内側に、一般的な星の層、例えばその層を表す三角形、四角形、六角形などの記号を配した線や合わせ、章を意味する記号が描かれている。アストロラーベには、 それぞれの惑星ごとの各種の星の層を付属させることができる。一方、天文時計の場合では、星の層を示す線を回転させることは難しいため、通常対応、または月の星章のみが記されている。上に示したブレシアの時計では、盤の中央に描かれた三角形、四角形、星印が月の星章を表している。白道は王道面上にはなく、 二点で交わる。月は一ヶ月に二回王道面を横切る。一回王道面から登ってきた後、それからおよそ15日経つと、面の下に沈む。それらが起こる二つの位置は、それぞれ月の昇降点、降光点である。太陽や月の色は、月がこれら光点の金棒に位置するときにのみ起こる。天文時計には、月の降点の位置を追跡するための文字盤上を横切る。 長い針を持つものがある。この針は竜針と呼ばれ、19年で一周する。竜針が新月と重なると月が地球や太陽と同じ面にあることを示し、これによりその日のある時間帯には地球上のどこかで食が観測できることを意味している。ありがとうございます。